どうも、増田です。今回、基本的な左右ボディーブローの打ち方、こちらをやります。まず左ボディーは打てるとかなり強力な武器になります。打つのがボディーの位置なので、少し膝を曲げて高さを合わせます。左ボディーを打つときに前足左側に体重移動します。その時、軸を倒したり、こう倒したり、肩の高さを変えて合わさないでください。軸ごと移動して高さを合わせる。その時、顎を引いといてください。顎が上がってしまうと、体重移動して打とうとした時、この時にこういう状態になります。頭というのは重たいので、頭が後ろに行くと体重というのは後ろにかかります。極端な話、この状態、こうして前に体重かけてください。強くボディ打ってください。これは打てないです。頭が行った方向に体重というのはかかっていきます。モーションに入って左ボディを打つとき、打つラインとしてはこの右足のラインです。ここへ頭を持っていかないと、頭の向きを持っていかないと体重は伸びません。ここで後ろにかかると打つポイントに体重というのは乗らないです。入ったときにしっかり打つ方向、そこに頭を向ける。そうすると体重が伸びます。あと腕の軌道なんですけど、入った時、このナックル部分、ここはこの動きだけ、この動きだけだと振り幅が全然ないので力というのが乗りません。入って、こういう動きです。ある程度の振り幅がないと強くは打てないので、軌道としてはこのつま先、膝、この軌道で打ちます。ここです。最初に基本として中からこう打つっていうのを覚えないと、ある程度やっていくうちにどん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 脇っていうのは開きます。開いて打ち出します。構えとかもそうです。脇がどん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 開いてきます。しっかり最初に身につける。ボディブローも外から打つとオープンで当たる、こういうボディの方、選手います。もったいないです。いいタイミングでもこのオープンの柔らかいところで当たるとやっぱり効かないです。ナックルをしっかり当てないといけないので、この膝、つま先、このラインで打ち込むとしっかりナックルは当たります。あとは振り幅、しっかり振り幅を作って打ってください。これはできる人できない人いるかとは思うんですけど、遠心力、そこをイメージして打つ。左肩が先に動いて、ナックル、拳が後からついてくる。こういうイメージで打つと、振り幅っていうのも少し大きく入れれるかなと思います。打ってない方は、ガードしてください。
続いて右ボディ、右ボディは対サウスポーだとこれもかなり強力な武器になると思います。サウスポー相手だと真ん中溝落ちに真正面から入るので打つのはストレートと同じこのライン、このラインに打ちます。右ボディブロー、この溝落ちを狙ってほしいんですけど、結構皆さん見てるとこの下の腹筋部分、ボディイコールその腹筋部分と思ってそこを狙って打ってる方多いんですけど、溝落ちはもうちょっと上にあります。あまり下を狙わずに少し上でもいいかなと思います。狙えるなら溝落ちを狙って右ボディ打つ、自分の溝落ちの高さここに合わせて打つと結構思ってるより上です。右ボディは溝落ちを狙って打つ、溝落ちの高さに持っていってください。このナックルなんですけど、左ボディブロー打つときに縦で入ってしまうとボディの高さを縦で打ってしまうと手首が痛めるので返して打ってください。右ボディの場合は溝落ちの高さを狙うのであれば低い位置であれば返していけるんですけど、溝落ちまで来ると返してまっすぐ出すっていうのは難しくなるので縦剣でもいいかなと思います。溝落ちの場合は縦剣でスッと出すと出しやすいかなと思います。こういったふうに基本として覚えていただけたらなと思います。